はい、皆さんどうもおはようございます。こんにちは、こんばんは、です。今回のエースコンバットインフィニティは、私初めてとなります、ストーンヘッジゴールデンリングスの方となっております。はい、今回ルームの、ね、偶然入ったところ、4-4 で、まあ、やっていましたら、偶然来ました。はい、今回私は制空目的にフランカーできるんですが、果たして大丈夫なんでしょうか。多くの報告からですね、このゴールデンリングス、8-8でなければ、4-4じゃないと、攻略できない、まあ、K8 じゃないと攻略できないという話を聞いてますので、その半分の、この 4名でね、臨むのはちょっと無理があるんじゃないかなと思いますが、はい、まずはですね、私は向こう側のですね、一番味方から遠く離れたところの、邪魔を狙いに行こうと思います。はい、まあ、戦闘機といえどもね、機銃とミサイルを使っていけばうまくやれると思うので頑張っていくと思います。まあ、今回もね、相変わらずフランカーなわけなんですが、まあ、まあ、偶然というか、まあ、セットでね、用意してたのはフランカーしかなかったっていうのがありますね。よいしょ。さて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 、いい感じだな。もうこれ壊れるかな、ミサイル撃てば。うん、よし、撃墜。じゃあね、撃破ですね。はい、よしよしよ。うん、ちょっとね、撃墜という癖がちょっと危ない。当たりますね、危なかった。だいぶ、お、もう味方はもう片付け終わりましたね、邪魔。早いですね。私の方はまだはなんですが、ちょっとやめ。まあ、無誘導爆弾とか持ってないんでね、こうやって機銃で狙っていくしかないんですよね。よいしょ。さて、ここで早いところやっておかないと、ストーンヘンジからの砲撃できますからね。できるだけ早く。ん？よしよしよ。よし、やりました。さあ、これで味方さんもやってくれたならありがたいんですがね。うん、さて、敵を狙っていこうか。うん、皆さんもやったことはいるんじゃないかな。もう今、最近の新しいアップデートにおりまして、ゴールデンリングスの他にブラックリングスというものが、現れましたね。おっと、来たな。敵はなんだこれは。パクファか、パクファか。ちょっとやっやっこしいぞ、パクファは。今撃墜しましたけどね、一機は。結構ね、早いんでね、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待って、よいしょ、届くか、届かない、うーん、難しいな、よいしょ、よいしょ、撃墜、ターゲットといえど2発で落ちるのか、おっと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 、ちょ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 、巻き込まれる、巻き込まれる、危ない、危ない、落ちちゃう、インパクト、ダメですって、ダメですって、ちょ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 、よいしょ、いや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 、何が何だかわからん、何が何だかわからん。相変わらずストーンヘンジは何が何だかわからん。うん、さてさてさて、よいしょ、そこら辺に敵を狙っていこうかな。次は何だ、次は何だ、ん、新しいの来たな、何だこれ。キュケス、コットス、コットスか、これコットス。ちょっと待って、コットスとか聞いてない、コットスとか聞いてない。しかも3体、さて、ちょっと待ってください、それ。なんてこった。なんてこった。よいしょ、とりあえずここに 6M を叩き込んで、ホットしてどうだったっけ。さあ、キュケスは対空機銃持ってるやつだ。機銃持ってないタイプだな、これ、確かな。久々にあったわ。よいしょ。では、ここに、よし、エンジンを 6M で持っていきましょうか。まあ、機銃とね、6M で、よしよしよし。やっぱいいな、6M は。簡単だ。簡単にするってことで、なんでコトスを撃ってんの。ちょっとね、ストーンヘンジちょっと、なんで私とこ、なんでバリー、ストーンヘンジなんでバリー、コトスと一緒に私まで撃墜しようとしてたけど、ちょっとありか、そういうの。さてさて、コックピットを落としていきたいか。どうだどうだどうだ、味方がやった、味方やってくれた、ありがたい。おっと、別のコトスか、これ。コックピットは何機出すんだ、コトスを。正面から行けるな、この位置だったら。よし、お、味方がやってくれましたね。じゃあ行きましょうか、ストーンヘンジの内部に。邪魔ですね。まあ、エースコンバット4の時とはね、大きく違っているというのはね、聞いてますから、ちょっと危ない危ない。うん、邪魔の位置がね。さてさて、よいしょ。まあでもね、これ本当に4-4人で、まあ、今どれくらいなんでしょう、頑張れるのかな。できるだけやってはいるんです。硬いな、邪魔が。よいしょ、もう味方がやってくれましたね、この邪魔は。あと1個、あと1個どれだ。あ、味方がもうやりましたか。ありがたい、ありがたい。よしよし。まあいいや、私はストーンヘンジじゃなくて、近くの航空機を狙っていかないと。制空は私が取らないとな。そうそう、せっかくね、戦闘機乗ってるんでね、それもあと離陸しようとしてくれるミグがいるけど、当たらなかった、まさか今。離陸しようとしてくれるミグに当たらなかった、1個も。マジですか。うわわわ、よいしょ。この程度の SU4 だったら楽だな。十分。よいしょ、この S ランクの攻撃力を有しているね、フランカーにとっては。
なんか当たった。どっから撃たれたんだ。 どれがどれだか分かんないですね。もうてんやわんやですわ。レーダーが全部真っ赤に染まってるというか、真っ黄色に染まっているというか、ちょっと 6M この距離だときついんですよね。どうしようかな。できるだけ早く落として味方の優位を作りたいというか、味方とね早く S ランク取れるようにね、できるだけ頑張りたいところなんですが、よいしょ、ミサイルを撃って届いた、届いたね。よし、次をもう一回撃って、もう一機よし撃って、一発一発で仕留めていくしかないかな、時間短縮のためには。よいしょ、よし、どうだ。ん、お、味方がクリアしちゃったか。 B ランク頑張れば、A ランクいけた気がするんだけどな。まあ44だから仕方ないか。はい、というわけで今回ですね、味方、まあ、計4名でしたが、ストーンヘンジ攻略、まあ、B ランクでしたがなりましたね。はい、というわけで今回は私はまあビリでしたけども、まあまあまあ44だったら仕方がない、4人だったら仕方がないとなと思います。はい、まあまたね、あのゴールドリングをですね、完全に注目するために、頑張っていきたいと思います。皆様88推奨でございます。まあ基本的に来るときは大体66だったりするわけですが、はい、それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。そろそろね、スコンボティミニティキャンペーンミッションをですね、続けて始めていこうかなと思ってますので、実況はないですが、まあもしよければそちらの方もご視聴ください。はい、というただの告知を入れました。さて今回は空の王者が取れてればいいんですが、はい、空の王者取れました。というわけで私はこれで満足という形にさせていただきたいと思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければまた次回も、めっちゃ金入ってきた。また次回もお会いできたら幸いです。ではまた。